各県についての質疑を終局いたします。外務大臣はご退席いただいて結構です。これより令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書その1承諾を求めるの件ほか5件について一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので順次これを許します。伊坂信彦君。立憲民主党無所属の伊坂信彦です。私は会派を代表して令和4年度の一般会計コロナ物価高予備費一般会計予備費特別会計予備費計5件に反対、特別会計経費増額総調書等1件に賛成の立場から討論いたします。まずコロナ物価高予備費については合計で9兆8600億円が計上されておりますが、国会の事前議決の例外である予備費の規模として極めて異常で許容できません。結局その不要額は2兆7785億円に上り、これに一般予備費と使用実績のないまま終わったウクライナ予備費の不要額を加えると約4兆2000億円という常軌を逸した規模になります。防衛財源となる決算剰余金を確保するために意図的に過大な予備費を計上し不要額を増大させたのではないかとの疑念を抱かざるを得ません。さらに問題なのは、年度内に支出すると言いながら、その全額、あるいは大半を翌年度に繰り越している事例が多数あることです。例えば内閣府の地方創生臨時交付金1兆2000億円は、年度末の3月28日に使用決定されて、年度内には1円も支出されず、全額が翌年度に繰り越されています。これらの事例に関して、本当に年度内に全額支出を終える想定であったとは考えられず、全く認められません。個別の支出の政策的な内容については、高騰する小麦価格の抑制など、立憲民主党の主張が実現したものもあります。しかしながら、国会開会中は原則として予備費を使用しないとする閣議決定に反して支出をしている事例が、予備費5件いずれにも見受けられたことは、財政民主主義の観点から断じて看過できません。以上申し上げたとおり、予備費5件については、全体として立法府の軽視が甚だしいことから、到底承諾できるものではありません。与野党を超えて、立法府として政府の横暴と怠慢にノーを突きつけるべきであります。なお、特別会計経費増額総調書等1件については、好調な法人業績を反映して、特別法人事業税収が上振れたことを受け、いわゆる弾力条項に基づき、地方自治体への剰余金を増額するものであることから、承諾に賛成といたします。令和4年度は予備費乱用の1年であったと断ぜざるを得ません。コロナと物価高への対応が必要だったとはいえ、予備費はあくまでも例外的な措置であり、本来的には補正予算を編成して国会で審議するのが筋であります。この数年で大きく破壊された財政民主主義を立て直すため、一刻も早く予備費の正常化を図るべきであると強く申し上げ、私の討論といたします。ありがとうございました。次に遠藤良太君。日本維新の会の遠藤良太です。教育無償化を実現する会との統一会派を代表して、令和4年度予備費関係6件について、反対の立場で討論いたします。予備費は予算計上や使用の妥当性を事後に適切に検証する必要がありますが、当該年度の予備費はその規模も巨大で、その使用は透明性が低く、国民の監視の目が行き届いていないものと思慮します。政府は令和2年度予算以降、憲政史上例のない多額の予備費を計上し続けてきましたが、当年度の予備費はさらに拡大し、合計で11兆7600億円、一般会計のうち予備費の占める割合でも 8.45% で過去最大となりました。新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから丸2年が経過する中で、当初予算、補正予算で計上すべきものが、通常とは言い難い規模の予備費として計上されており、後世のためにも適切に検証がなさなければなりません。しかし、その検証も適宜を得て行われているとは言えません。
平成14年度以降に計上された予備費の使用は、すべて国会提出から承認まで1年以上の期間を要しています。当該年度に関しても同様です。結果として予備費の運用の改善が適時なされないという負のスパイラル、構造的な問題に陥っています。結果として莫大な予備費が慣例化する方が見られます。今年度当初予算での合計2兆円の予備費は、コロナ禍を除けば過去最大であり、GDP ギャップもゼロ近くで、経済危機とも言い難い昨今では、軌道を逸脱した規模と言わざるを得ません。莫大な予備費は財政規律の緩みをもたらします。会計検査院が明らかにしているとおり、令和3年度には年度末に多額の予備費の使用決定を行い、そのほとんどを後年度に繰り越した例があります。外形的には予備費を翌年度に使用するための手段と思わざるを得ません。これは会計年度独立の原則に反する恐れがあり、今後決してあってはならないことです。令和4年度に関しても徹底した調査が必要です。以上申し上げたとおり、当該年度の予備費はその規模が巨大で、かつその使用は透明性が低く、国民への責任を説明を果たせていないと考えています。民間企業では四半期決算が当たり前の DX、AI 時代に予備費についても、前々年度の審議をすることは大いに工夫の余地があると思われます。財務省も会計検査院も、今後、財政健全化の観点からも、予備費の透明性を高める取り組みにより一層力を入れるべきことを申し述べ、反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。次に櫛渕万里君。令和新選組の櫛渕万里です。会派を代表して、令和4年度の特別会計予備費、括弧その1、および特別会計経費増額総調査に賛成、一般会計コロナ原油物価高予備費、その1、その2、一般会計予備費、その1、その2に反対、以上の立場から討論いたします。特別会計予備費、その1については、輸入食料、麦等の価格安定に関する支出であることから賛成いたしますが、本来なら、国内において食料の安定供給を図るべきと申し上げておきます。特別会計、会計増額、経費増額総調査については、地方への剰余金の増額であることから賛成いたします。一般会計、コロナ、原油物価高予備費については、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金がその1、その2、合わせて2兆4000億円を使用したと報告されていますが、地方自治体への交付額は分かるものの、実際にどのように使用されたかが、これでは全く分かりません。そのため両者とも反対いたします。一般会計予備費、その1については、安倍元総理の国葬儀の費用が含まれているため、反対いたします。一般会計予備費、その2については、ウクライナへの防衛装備品の支出が含まれているため反対です。さて、令和4年度には今回議題となった6項目以外に、一般会計ウクライナ情勢経済緊急対応予備費1兆円があるにもかかわらず、使用しなかったという理由で審議されませんでした。この1兆円は全額が不要額となり、結果として半額の5000億円が軍拡予算に化けたことを考えると、本来ならこのウクライナ予備費も審議の対象とすべきです。以上が政府の提出した令和4年度予備費に対する態度の表明ですが、国会の審議のあり方についても一言申し添えます。私は昨年、本委員会の予備費審査の討論で、巨額の予備費なのに、審議時間がわずか2時間であり不十分なこと、さらに政府の提出から1年経っての審議は遅すぎるということを指摘しました。また、小川委員長も、過去に類を見ない規模の予備費が予算計上される中、財政民主主義の観点から、その使途をはじめ、行財政の在り方を検証することは本委員会の使命であると就任の挨拶をされました。しかし、今年の審議時間も2時間のまま、議題となった6つの項目の金額を足すと約12兆円、単純計算ではありますが、1分間で1000億円の審議が妥当であるとは到底言えません。また、そもそも本議題は提出された昨年の通常国会で審議すべきではないでしょうか。予備費の使用が例外だった時代の前例を漫然と踏襲するのは、本委員会の使命を果たすことになりません。委員長、各理事の先生方、そして委員の皆様には、このように申し上げておきます。以上、予備費の内容はもとより、審議のあり方についても指摘いたしまして、討論といたします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。
まず令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症および原油価格物価高騰対策予備費使用総調書および各省各庁所管使用調書その1承諾を求めるの件、令和4年度一般会計予備費使用総調書および各省各庁所管使用調書その1承諾を求めるの件、令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症および原油価格物価高騰対策予備費使用総調書および各省各庁所管使用調書その2承諾を求めるの件、令和4年度一般会計予備費使用総調書および各省各庁所管使用調書その2承諾を求めるの件の各件について採決いたします。本件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって各件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。次に令和4年度特別会計予備費使用総調書および各省各庁使用所管使用調書その1承諾を求めるの件について採決いたします。本件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。次に令和4年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費増額総調書および各省各庁所管経費増額調書承諾を求めるの件について採決いたします。本件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任いただき願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。この際、分科会設置の件についてお諮りいたします。令和2年度決算ほか2件、令和3年度決算ほか2件、および令和4年度決算ほか2件、審査のため、4個の分科会を設置することとし、分科会の区分については、第一分科会は皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府本部、警察庁、金融庁、消費者庁、デジタル庁、復興庁所管のほか、他の分科会所管以外の国の会計。第二分科会は総務省、財務省、文部科学省、防衛省所管。第三分科会は厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省所管。第四分科会は法務省、外務省、国土交通省所管。以上のとおりといたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。次に、分科院の配置、および主査の選任、また委員の異動に伴う分科院の補欠選任、並びに主査の辞任および補欠選任につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。なお、分科院の配置および主査の選任につきましては、追って広報をもってご通知いたします。次いでお諮りいたします。分科会審査の際、最高裁判所当局から出席説明の要求がありました場合には、これを承認することとし、その取り扱いは委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。次に分科会審査の際、政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、出席を求めることとし、その取り扱いは委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。次に、分科会審査の際、日本銀行、および独立行政法人等の役職員から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人として出席を求めることとし、その人選等諸般の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。分科会審査は来る
5月13日月曜日に行います。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。